こんにちは、冷泉です。今日は2月20日木曜日になります。絶食676日目、天気は晴れ、ちょっと雲多いけど、で睡眠時間今のところ5時間半、現在時刻は午後3時16分ってところです。今日もまあ昨日と同じような感じでやっていくけど、果汁だね、みかん使ったフレッシュジュース、これはもう品種をとりあえず分けてコップに作るっていう形で今後やっていこうと思っています。まあ量は1キロで作るけど、ほっそまあ600か700ぐらい、そのぐらいになるんじゃないかなってとこです。冬用のみかんだったら850ぐらい作れると思うけどね、顔の厚いやつだとまあ量が、まあ、減るってとこです。であと今日はまあまだ分かんないけどね、昨日だったっけ買い出し行って、で買ってきたものの中に濃縮のタイプのこれ1だね、125ミリのパック、小さなパックなんだけど、濃縮タイプの、 あのやつがあったもんで、まあそれ買ってきてるから、それちょっと飲んでみようかなと思ってます。まあそれぐらいかな今日は。そしたら、絶食676日目始めていきます。そしたらフレッシュジュース作っていこうと思います。これが羊羹だね、羊羹。羊羹、これだけ2個、これだけで 550g。で、こっちがポンカンだね。これがスーパーで買ったポンカンの方で、で、こっちが親戚から、まあ、いただいたポンカン。同じやつだね。よく、まあ、比べてみると、この皮のゴツゴツ具合とか、形、大きさ、あと、まあ、時期もあるし。うん。なんで、まあ、取って収穫して、で、綺麗に洗浄したら、まあ、こんな感じになるんじゃないかなっていうとこです。うん、まあ、伸びても同じだもんで、ポンカンだね、これ。親戚からいただいたやつはポンカン。で、このポンカンを、4つで 530g。まあこれで合わせて1キロっていうことでいいでしょう、うん、まあジャスト1キロにはねできない。もう1個は結構重量あると思うね、うん、もっと小さいやつだったらね1キロジャスト狙えるけど、まあ、もうみかんこのぐらいの大きさとかになっちゃうと1キロジャストは狙えないもんで、まあ1キロ前後ってことで、うん、まあ実際これ皮分厚いもんで、冬みかんで1キロと同じかそれ以下ぐらいになっちゃうと思うから、全体の量果肉でねミキサーかけるとね、うん、なっちゃうもんで、だからまあこんなところでいいでしょう、問題ないでしょう、1キロっていうことでいいと思います。そしたらこれで作っていきます。ポンカンあれだな、あっぱじゃあ羊羹か、羊羹あれだな、皮薄皮が結構薄いもんで、これこのままちょっと一回入れてみて、で味っていうか気持ち悪さが出るかどうか確認しようと思います。出ないんだったらもう薄皮入れた状態でやりたいし、春みかんだけっていう可能性もあるもんな。割とね春みかんに比べて羊羹の方は皮がまだ柔らかいっていうかね、薄皮がね、薄皮柔らかいもんで、厚皮もそうだけど、うん、このまま入れちゃってもいいかな、うん、剥くのも別にいらないな、これ普通に手で剥けるな、これ柔らかいね、特に道具なしで剥けるね。これで5秒だね。っていうかほとんど果肉って感じだけど、まあ一回ちょっといろいろ、まあいろいろ試してみる。
あれだな、ポンカンの葉は、ポンカンのあの種だね。種はもう口に加えて歯で押し出すように、して取ると取りやすいね。まあ楽だね。まあこれで取っちゃった方が一番いいな。これで5秒だね。350だな。350ってことだね。さっきのが300で300、こっちが350。300ちょっとあるな。320と、まあこっちは350ってとこでしょう。まあ670ってとこですね。そしたら水、神社の井戸水を300。で、ぬち回す。あ、じゃないわ。活性液だね。グリーン活性液、大さじ1杯。で、塩、ぬち回すを 1g。したら、これ飲んでいきます。次、これ飲んでいきます。カゴメ、氷コピン。超濃縮、野菜1日これ1杯だね。超濃縮ってやつ。内容量は 125ml ってところです。味だけちょっと見る。使えそうだったら、常備して、時々飲む。甘いもんが多いもんで、みかんのフレッシュジュースもそうだし、グリーントーヤもそうだけど。甘くないやつが欲しいんだよね。超濃縮っていうほどなんか濃縮って感じはしないけど、なんかでもとろみがあってね、なんか妙に甘いね。これなんだろう、トマトかな。やっぱりすっごく甘いトマトっていう感じがする。甘いトマトと、なんか野菜の旨味が確かにね、ギュッとしてる感じがあるね。味いいよ。味すごくいいね。甘い。独特の甘さがあるね、なんか。ああいう砂糖とかの甘さとは違う甘さだね。なんかね、野菜とかの旨味の甘さっていうのかな。野菜とかのね。野菜とかっていうか野菜か。野菜の。あれかな、どっちかっていうと、ケチャップ。ケチャップだけど、ケチャップは基本的に砂糖入ってるもんね。ちょっと違うか。でも、ケチャップのね、美味しいケチャップだね。なんか、すごく、質のいいケチャップっていうのかな。質のいいケチャップの甘みっていうのかな。そんな感じ。これいいわ。結構いい。まあこれ買ってこようかな。常備しておこうかな、これ。結構いいね。まあそんな感じで、これとりあえず飲んでいきます。
次入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、うん、今800ぐらいなんであと1200だね。1200、これ一応、いやこれ1じゃないわ、グリーントーヤ2杯と、うん、あとケールグリーンスムージー1杯とかね。で有機豆乳を250、あるいはイチゴラズベリーを一つ入れてグリーントーヤをまあ400で作るか、まあその辺だけどな。で活性液大さじ1杯、まあ今日割とお腹膨れてるからケールもなしで、なしで行ってもいいけどな。これでも 1.8 だよ。で、塩抜きます。 1g したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250、これで 1.8 だったかな、このぐらいだね。さっきの超濃縮これ1、あれね、よかった、あれいいね、うん、あれ飲んでからアイマスクと耳栓してリラックスしてるとなんかじわーっとね気持ちよくなるんだよ、なんかふわーっとね、うん、なんか体に栄養が十分に行き渡ってで気持ちよくなってるのかなっていう、そんな感じの気持ちよさがあったんだよね。なんだあれいいね。でも今後もまあ時々毎日別に飲む必要はないと思うんで、まあ、毎日じゃんまあ時々飲む形でね、うん、使っていこうかな、常備、うん、手に入る間はね、うん、ずっと手に入るかどうかあれだけど、うん、で活性液大さじ1杯、うん、で抜きます。 1g、取りすぎて 1.3 したらこれ飲んでいきます。次これケールグリーンスムージー210ミリ、これで今日は2リッター絶食だね、したら飲んでいきます。おはようございます。今正午12時38分ぐらいですね。そしたら今日もいろおり2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、
67.5 ですね。で血圧測っていきます。105-70です。今日の結果報告です。今日、天気は晴れですね。睡眠時間は5時間半ほど取っています。午前5時半から10時までの4時間半と正午12時から午後1時までの1時間合わせて5時間半というところです。でウォーキングとウェイトトレーニングが今日もなしです。日中の室内温度午後3時ごろ計測で22度、湿度は 22% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 835ml で野菜汁は0ですね。で豆乳が 500ml、 果物ジュースも0、果汁、これがイオカン 550g とポンカン 530g、 まあ合わせて1080だね。1080なんだけど、まあだいたい1キロっていうことでいいでしょうと思います。あの品種によってね、やっぱり皮の厚いやつとかだと、あの同じキロ数でも全然量取れなかったりするもんで、あんまキロで測ってもあんま意味ないっていうか、だから大体の目安っていう形でいいと思うから、うん、冬用のみかんで1キロと春みかんで1キロだと、もう取れる量が全く違ってくるもんで、冬用みかんだったら850ぐらい、まあ、あのあんまりしなびてない時だったらね、850ぐらい取れるんだけど、うん、こういうイオカンとかね、皮の分厚いやつ入れると、まあ、このぐらいしか取れなくなっちゃうっていうのがあるんで、まあ、今日で670だね。670しか取れてないもんで、だまあ大体1キロぐらいっていうところでまあいいと思います。正確にね1キロジャストとか難しいから、あの大きなみかんとかになるとね、1個がでかいもんで、そうすると3個入れたらもう1キロ簡単に超えちゃうみたいなね、1個追加するだけでね、1キロ簡単に超えちゃったりするもんで、まあ大体ってところでいいと思います。ということで今日もまあ大体1キロぐらいってことですね。で量が670ってところです。で水が300になります。合計が 2305ml、 水300のため実質は 2005ml ってところです。なので今日は2リッター絶食ですね。まあ5ミリぐらいはまあ結局どうでもいいっていうかね、死者誤入しても2010だから、まあ、切り捨てってところですね。まあ、正確な数字でフレッシュジュースなんかでもまあ大体だもんでね、あれもね、まあ、5ミリぐらいはまあどうでもいいっちゅう話で、活性液は大さじ3杯、塩のうちマウスは 3g 取っています。尿回数4回出てて濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日も大便出てません。おならはほとんどなしだね。今日はねほとんど出てない、おならは、ほとんどないね。匂いもなしてところです。で今日の計測時刻、午後1時頃に計測しています。昨日よりも1時間と30分ほど早いですね。まあ、0.15kg ぐらい増えてることになります。体重 58.10kg、 昨日に比べてプラス 0.2kg の増加です。なんでまあ昨日と同じ時間に測ったら、まあプラス 0.05kg の増加っていうことで、まあほぼほぼ変わらないってところですね。で BMI は 18.3 で変化なし、体脂肪率は 11.1% でマイナス 0.2% の減少です。まあ 0.2% このぐらいならそう変わってないって見方でいいと思います。で血圧105-70、最高血圧マイナス4、最低血圧マイナス2。血圧は昨日と今日と微妙にね、微妙になんか下がってますね。で脈拍65でマイナス2、ウエスト 67.5 センチで変化なしです。ウエストはね、まあ正確に言えば 67.2 か3、このあたりってとこですね。67.5 と67の間なんで、まあもうちょっとね、昨日よりもうちょっとなんかウエスト細くなった気がしないでもないってとこでしたけど、まあ大体こんなところです。で今日の気づき、まず今日イオカンとポンカン使ってるんだけど、それぞれ分けてコップに入れて、でまあ味わってるっていうか実験してるんだけど、
まずイオカン、イオカンの方はね調子良かった、いい、あれは使える、イオカンはいい、実験に使えるっていうか不老不死メソッドに使える品種っていうのかな、そんな感じ、イオカンいいね。あと皮もね剥きやすいんだわ、あの春みかんとか夏みかんみたいなものじゃなくて、もう手で剥ける感じだもんで、皮は厚いけど手で剥ける、イオカンだったらね、うん、春みかんとかだと手ではちょっと剥けないもんで、皮剥き器だね、みかんの皮剥き器、うん、ムッキーちゃんとかオレンジカッターとかね、ああいう皮剥き器がいるんだけど、まあ必要っていうかね、なんだけど予感に関してはねなしでいけるわ、うん、で薄皮も今日は薄皮全部入れてるんだわ、薄皮入れちゃ投入してる、うん、だ昨日は春みかんで薄皮 なしにしたんだけど、全部取り除い、全部っていうか、まあ、大体取り除いてたんだけど、今日は予感で薄皮も全部入れてやってみています。で結果として薄皮入れても問題なかった、気持ち悪さは出ない、であとイオカンの場合は調子がいい、調子良かったもんで、今後もイオカンは使っていくでとかですね、うん、でデコポンに関してはね少しちょっとお腹になんか痛みが出たんだよね、よくない、あれ調子悪くなる、少し調子悪くなるんだわ、ただまあ最初の方だけで後の方はまあ慣れたのか、そんなには出てこなかったから、まあ三角ってところかな、うん、まあ使わない方がいいっていうか、イオカンとポンカンがあったらイオカンの方選んだ方がいいっていう、そんな感じだね。ポンカンしかなかったらまあ考えるかなって。でポンカンもね甘くて美味しいんだけど、まあオレンジだねあれよ、品種感じとしてはオレンジっていう感じなんだわ、オレンジとよく似てるっていうのかな、うん、独特のバサッとした感じの果肉っていうのかな。うん。バサバサした感じの果肉なんだけど、なんかね、ドロドロっとしてるんだよね。液が。うん、果汁がね、ドロドロっとしててね。で、ちょっと取っただけなんだけどね、なんか少しお腹に痛みが出たもんで。で、調子もなんかいまいちだなっていう感じなんだわ。なんでね、ポンカンはね、あんまおすすめできない。だ買うならイオカンの方選んだ方がいい、うん、間違いなくね、まあ、そんな感じで、親戚からいただいたポンカン2個、昨日ね2個とあと春みかんでやってたんだけど、その時は調子良かったんだわ、別にそんななんかお腹に痛みが出るようなこともなかったし、で今日使ったポンカンは親戚からいただいたやつとあとスーパーで買ったやつ両方合わせて使ってるんだけど、なんでねスーパーで買ったやつがダメなのかもしれないっていうね、品種の問題じゃなくってスーパーで買ったポンカン、それを作った農家さんが割とたくさん農薬使ってたとか作り方が悪くって、でその影響で、まあ、毒性がちょっと入り込んでて調子が悪くなってるっていう、そういう可能性もある。だけどまあなんとなくだけどね、なんとなく、まあ、昨日はまあ春みかんとポンカンを合わせたもんで、でポンカンの感じがちょっと薄まって大丈夫だったっていう可能性もあるもんで、なんで品種の問題かもしれないんだよね、もしかしたらね、品種、単純に品種、ポンカンって品種としてはまあオレンジっぽいもんで、なんか日本の国じゃなくて外国のまあ品種に近いっていうのかな、そんな感じなんだよね。だから日本のちょっとお腹にはいまいちまだ合いにくいっていうのかな、相性がまあいまいちっていうのかな、そういうことかもしれないから、品種の問題かもしれないんだわ、うん、なのでポンカンはまあどちらかといったら避けた方がいいっていうところですね、うん、だから実験不老不死メソッドをやろうとした時に、まあ、日本人の場合ね、日本人の場合はポンカン避けてイオカンの方を使うっていう、でもし春みかんを使う場合は皮を取り除く、皮取り除いてやる、それがいい。でイオカンの場合は皮取り除かなくても大丈夫で、皮は取り除かない方が腹持ちいいもんで、お腹の調子いいっていうか腹持ちがいいっていう、まああとまあそうだね、だもんで、まあ皮はつけたままの方がまあ便利だし楽だしね、作る時に楽っていうのもあるしね、
まあ取り除いてもいいとは思うけど、まあ私はとりあえずなんか気持ち悪さとかでないんだったらそのままあの皮も入れちゃうってとこです。で今日はね、あの今日もか、今日も昨日と今日と5秒ぐらいだね。ミキサー回す時間は5秒ぐらいで回してるもんで、まあ、ちょこっとなんかガーッとまあかき混ざったぐらいっていうのかな、そのぐらいでやめとくんだ。その方がやっぱね調子いいな。まあそんな感じです。まあやっぱ新種によってだいぶ違うな、だいぶ違うと思った。なんでまあ参考にとか今後はね、今後まあポンカンはあんまり使わずに予感の方、予感とかあとまあ冬みかんとか、まあそういうの使っていく。その時期その時期、夏場はみかん取れないけど、その時期その時期であの旬のもので、あんまりあの外国っぽい品種じゃないやつっていうのかな、そういう日本っぽい、日本で取れるっぽい品種っていうのかな、オレンジっぽくないやつっていうのかな、そういうのを選んだ方がいいかもしれないっていうところです。で皮はあの厚い皮はあんまりあの入れない方がいいっていうところですね。ヨカの皮はね割と薄いんで、あれ手で簡単に剥けちゃうっていうのかな、そのぐらい薄いんだわ。まあそんなとこですね、で明日は、あ明日とかその前にあの今日カゴメの超濃縮コレイチだね、これ飲んだんだけど、結果まあ途中でも話したけど調子がすごく良かったんだわ。すごくいい、なんかいい感じになるんで、じゅわーっとふわーっとなんかねリラックスしてるとね、ふわーっとした感じが来るもんで、あこれいいなと思った。なんかエネルギーっていうかあの栄養がすごい行き渡ってて、なんか体が喜んでるみたいな、そんな感じ、体と心がね。で 125ml で、まあ、100円ぐらいなんだけど、高いんだけど、でもあれはあの常備しとこうと思う。あれはね不老不死メソッドに使える、なので羊羹とあの超濃縮コレイチは使える、間違いなく使えるもんで、明日はまあ買い出しちょっと行って、超濃縮コレイチある程度まとめて買ってこようかなと思ってます。あれはね賞味期限長いもんで、夏7月ぐらいまであるもんで、まとめて買っても大丈夫ってとこですね。まあ毎日飲んでもいいけど飽きてくると思うから、まあね、まあ適宜って感じで、そんなとこですね。なんでケールグリーンスムージーと、あとあのいちごラズベリーと超濃縮これ1だね。やっぱカゴメ優秀だね。pH 調整剤の入ってないやつだね。pH 調整剤とか乳化剤の入ってないやつであれば使えるってとこですね。やっぱ添加物入ってたらダメだな。すぐね、お腹の調子悪くなるもんでわかるよ。絶食してるとね。絶食してないとわかんないけど。絶食してると、もうあの、添加物入ってるともう一発でわかる。調子が悪くなるからね。まあそんなところですね。で明日はあの一応冬みかんがね、あの青島みかんがあるもんで、それのねちょっとあの M サイズと S サイズ両方買ったんだわ。 S サイズの方がね値段が100円高いんだよね。で味がどのぐらい違うのかとかもまあ見比べたいっていうのもあるもんで、まあ一回ちょっとその青島みかんとね冬のみかん明日は使おうと思ってるところです。それぐらいですね。しばらくはまあできたら1ヶ月ぐらいは2リッターでやっていこうと思う。でまあ途中でね、もうどうしても2リッターはちょっと多すぎだと、もう多すぎ、こんなにもいらないよっていうふうになったら、あのちょっとは減らす、その時に減らすって形でやっていこうと思うんで、まあ、1ヶ月ぐらいは少なくともっていうか慣れるまでだな、慣れるまではあの2リッターだいたい2リッターでやれるようにやっていくっていう形にしようと思ってます。そしたら、絶食676日目完了です。それではまた明日。